大山田神社の鳥居大山田神社は、長野県下稲郡下城村に所在する神社で、式内社であり、旧社格は合社である。下城村、要札月に鎮座する大山田神社は、創立年代は不明であるが、演技式の洗浄された延長5年以前の古社で、奈良末期か、平安初期に創始されたと推定される。最初の鎮座地は、数節があり、 根元資料を書くことより決定できない。移動後現在地に鎮座したと考えられる。室町時代初期、武田氏の支流下城氏が稲郡に来て文明年間に下城村吉岡に城を築き、以前より祀られていた八幡宮を氏神として鎮座地を鎮,地を鎮税屋と解消する。永正四年領主下城屋氏が京都より招いた宮大工、吉村泉により八幡社殿、 諏和社殿が造営された。天正末年、下城氏は没落したが、近郷近在のこの神社に対する尊心は、変わることなく、参拝者で賑わった。慶安2年、徳川家光より、鎮税の村屋は田宮として、十国の主人状が交付され、以後幕末に至るまで、代々将軍の継目主人状が交付された。原文6年勘主、鎮税清行は、 かんのねの神社に祀られる大国主名を鎮税に移し、これを大山田神社と定め、出身都市、八和田神、諏訪神を愛とのに祀り、かねて作成した大山田神社並び八和田空気及び南部地方館主の参道町印象、神議官僚長、浦部金尾に提出して、承認を得た。延長2年、大山田神社の社殿が大工鈴木旧吉平藤原重松によって、 再建された胸の胸札が残る。また、法暦八年、八郎明神の社殿を創建した胸の胸札が残る。八郎明神とは、鎮勢八郎源、ための霊社で、原文年間には末社であった。神主鎮勢家の祖とされる。江戸中期にいたり、何らかの異変があり、諏訪社殿に、諏訪明神の代わりに、八郎明神を祀ったと推定される。 明治5年号車となる。明治45年、栄商時代に造営された八幡社殿、諏訪社殿が国の重要文化財に指定された。鎮座地は長野県自然百選の一つである南原、北原の植物が約280種も繁茂していて、植物学上貴重な場所である。長野県下稲郡下城村久は4588。ありがとうございます。